こんにちは、市村正樹です。音楽を聴いて、その曲のコードもキーもわからないまま、その楽曲とセッションするような形でアドリブをしていくっていう方法を説明します。EX の56ぐらいだと思いますけども。まあ、こうスピーカーから音が出てるわけですよね。この状態だとあまりよく聞こえないかもしれないんで、こうベースを大きく上げてみて、で今音が鳴ってますね。最初の音で今鳴ってる最初の音、ベーン今の音は最初の方のベースがダーダダ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 ダってなってたわけですね。でまあもう一回こう再生しながら聴いているとして、ダーって音を、その音をどうやって探すかっていうと、まあ簡単な耳コピのコツとして、こういろんな弦でいろんなフレットでこう、みたいに風に探していくと、この弾いてる音のせいで余計分かんなくなっちゃうわけですよ。なので音楽を聴いてダーって言いながら、ダー6弦の1本ずつの音を探していく、ダーと10秒以内に、まあ厳密に言えば12フレットあるから、まあ、12秒以内に見つかるんですよ、音は。こうやったっけ？どんなやったっけ ?EX55 でした。ということで、今のこのテイクは、この音楽は6弦で言うと6フレット B フラットの音でしたよと。でこのように1個 B フラットって音が見つかったらですね、実はっていうね、こいつと1弦の6フレットは2オクターブ違いだけども同じ音じゃないですかね。でもう一個オクターブの音ってのがあって、4弦の8フレット、これも このオクターブね。で1弦の6、この3本は B フラットだからもう3本音が決定してますと。でここでギターの秘密として、実音チューニングをするときにこうやって5フレットと次の音、5フレットと次、5フレットと次ってチューニングしていくのに、ここだけ4フレットと次、5フレットと次、3弦と2弦の時だけ4フレットを使う。なんかここで段差が起きてる。段差が起きてる。なんで段差が起きてるかっていうと、これは6弦の音と1弦の音をちょうど2オクターブにするために段差ができてるわけですよ。でもなんでじゃあ3弦と2弦なのってことで言えば、実は1弦と2弦の同じフレットを弾くと、こういうハーモニーになるようにチューニングできてるわけですよ。これによって、まあ例えばこういうバレエコードという制覇をして、6弦、2弦、1弦、3本弾けば、まあすごく安定している、美しいかどうかってとちょっと置いといて、すごく安定しているハーモニーになっている。でそれにこの音も足していいと。でこの今の2弦の1弦の音に対してのハーモニーとなっていたこの音は、もうあと1オクターブ下にどこにあるかなって探していくと、5弦の8フレットにあります。この
まあ、これあの C コードだとしたら、こういうここにカポした C コードだとしたら、人差し指と薬指のところ、これがハーモニーになってます。でそれはまあパワーコードっていう名前で、よくハードロックを弾くときに便利なこのルート音から1本下側の弦の2フレット、こっち右側がパワーコードっていうハーモニーになる。ということはもうこの時点で実は3弦以外は全部使っていい音が決まったんですよ。1個の音、さっきの場合は B フラット、 B フラットっていう音が1個、一番低いベースの音が見つかったら、こいつとこいつとこいつ、パワーコードね、3本のパワーコードと2弦と1弦が同じフレット、こんだけ、こんだけ弾いていい音がもう5本分見つかっちゃう。となるとあとはまあ3弦が残るのみなんですが、3弦っていうのは詳しい解説は今は割愛して、マイナーだったらここなの、同じフレット、これが B フラットマイナーの証の音が3弦で決まる。でメジャーだったらそれが1フレット上に行く、つまり普通の B フラットコードね、こういう音ね。というふうに1個の一番低い音、ルート音が見つかったら5本の音が見つかって、3弦の音でマイナーかメジャーかが決定する。中指を使わない場合は B フラットマイナー、中指を使った場合は B フラット。これでもう一個のルート音でコード、そのところのコードのものすごい変わったコードとか、フラット5とかディミニッシュとか、オーギメントとか分数コードとかを除いて、ごくごく単純なコードの3音の和音だとした場合でいけば、こうして一個の音でもうそのコードは、マイナーかメジャーかのどっちかでこう場所が決まると。そっからリードギターを弾いていく。なんだけれども僕の場合はマイナーとかメジャーはあんまり気にしませんと、常にこのマイナーのポジション3弦の6フレットは僕は使いまくります。その代わりこの3弦の6フレットから中指でこうやって半音ハンマリングで上げたり、チョーキングで上げた、あ、半音チョーキングで上げたり、こんな、この辺はまあ音感で一瞬のうちにして見つけるんだけども、メジャーの時もマイナーの音は僕は使います。使っていいということです。すぐに上に上げちゃうだったら使ってもいいってこと。マイナーの時はまああんまり使わない方が無難っちゃ無難なんで、そっちは、こっちでこの一本線イメージで B フラットマイナーっていうコードがあったら、もうこの6フレット全部弾いていいよ、それに加えてこの音も加えていいよみたいな感覚で、これだけの音が使える。人差し指全部の音も一応合ってます、合ってます。でここで実はあの、あ、落ちた、まあこれはこの辺は勘で選んでいくんだけど、一個の仕掛けというかコツというか裏技というか、この時点で人差し指で6フレットは全部使っていいってさっき言いました。
今度は薬指で8フレットを全部使っていいっていう感覚のアドリブ癖は持ってて OK ですと。6フレット、8フレット全部使っちゃうよ。まあ、ただしっていうか、まあまあいろんな安定する音、すごくバッチリ似合ってる音っていうのは、1弦と2弦を半音チョーキングすると一番合ってますと。で、さらに3弦も半音チョーキングすると、実はこれも合ってます。まあ使い方はいろいろありますけど、とりあえずその6フレットと8フレットばっかり弾いてんじゃん的なことを。15ですからね、相当後ろの方の EX なんだけども、全くその曲を聞いたこともない、今初めて聞いた曲とか、テレビの CM から突然流れてくる BGM とか、まるでコードも知らなきゃキーも知らないっていう曲でも、まあまあ、遅くても早くても、まあ、できれば10秒以内にアドリブができるように音感は育てていった方が絶対役に立ちますよと。それはまあ正直、なんとかスケールっていうのをいくつもいくつも暗記して弾いていくよりも、僕はこっちの感の方が大切だと思います。ギタースケールを覚えてギター弾くっていうことも別にノーではないんですね。それは全然 OK なんですけども、まあ、どっちかといえばそういうアプローチが必要なのはジャズとかフュージョン系、どっちかといえばですよ、がそういうスケールを覚えてギターを弾く、ソロを弾くっていうのはどっちかといえばそっちだという感じはあって、でそのスケールを覚えれば弾けるわけじゃなくって、スケールを覚えてもスケールの使い方を覚えないと弾けるようにはならない、その使い方が実は音楽理論っていうのがちょっと難しいわけですよ。で、ロックとかポップスとかブルースをやる人は、あんまりその、まあ、なんて言ったらいいのかな、音楽理論を学ぶのちょっと嫌だなって思う人もいるわけじゃないですか。ね。ね。で、それはまあ、ある意味ではジャズやフュージョンにはちょっと向いてないのかもしれないけども、まあ、その、音感として音感頼りにギターは弾けるんだから、そっちのやり方でも、それは構わないですよっていうお話です。スケールを覚えちゃいけないって言ってるわけではないです。で、例えば B フラットマイナーってここのポジションがこことかここを使っていいよっていうところが見つかったら、それをオクターブとか変えたり、同じ音が他の弦でする音っていうのをちょっとずつ左右に少しずつ少しずつ広げていけば、それはちょっとずつこう、とかいう音は、っていう風にどっか近くにあるわけですよ、うん、こうやってあるわけですよね、こうやって探していけばいいじゃんっていう、今みたいに一音間違えたぐらいでへこむなとThank you.